はい、おはようございます。今日はなんと初めての飯豊さんの、小沢八重城小沢口というところに来てます。早速登っていくんですけども、はい、おはようございます。今日は初めての飯豊さんですね。川入りっていうところが入ってきた小沢八重城登山口からこんな風な風に入っていきたいと思います。実は今日は前日入りして車中泊して日の出と同時ぐらいの時間帯に登り始めるはずだったんですけども、ちょっと大幅に寝過ごしてしまって、今何時だ ?10 時ぐらいの出発になってしまいました。で、とりあえず山頂まで行けるかどうか分かんないんですけども、行けるところまでとりあえず行ってみたいと思います。一応テント泊か山小屋に泊まる予定です。本当だったら朝5時ぐらいに登り始めて、とりあえず山頂の小屋に、泊まって、できれば大日岳まで翌日行って帰りたいなと思ったんですけども、ちょっと大幅に時間が遅れてしまいましたんで、次、とりあえず今日は、今回は飯豊まで行ければいいなーっていうぐらいで行きたいと思います。で、天気はちょっと回復傾向なんですけどね。で、とりあえず、無理はしない。ここから天ヶ峰、天ヶ峰7時ですかね。もう今日は飯豊山への登山をもう諦めて、この切り合わせ小屋からね帰ろうと思います。あ、飯豊の山頂あの辺ですね。ちょっとガスが晴れてちょっとだけ見えた。今、小屋、切り合わせ小屋出てきたんですけども、小屋の管理人に、お世話になりました、ありがとうございましたって挨拶に行ったら、今日の山頂はやめておいた方がいいですよっていうような話してましたね。また晴れた日に会いましょうって言われたんで、ちょっと元気もらいましたね。はい、多分下はめっちゃ晴れてるんだと思います。暑いんだろうな。山の上はもう寒いぐらいですよ。もう時折土砂降り、ガスガス。今ちょっと晴れてる合間なんで映像になるかもしれないんで撮ってますけど、一瞬にして視界がなくなるようなもう天気ですね。au の携帯電話はこの切り合わせ小屋ではほぼ使えない。一瞬ちょっとつながったりはするんですけども、ほぼほぼつながらないですね。はい、なんだろうこれ、なんか有名ななんとか林道なのかな。